はい、臭いねんけど。え、なんなんこれ。これなんだと思う。でもニンニク。そう、ニンニク。よく気づい、今頃気づいたん。いや、気づいてたけど、なんか触れたくないなって。触れたくない。なんやこの臭いの、知らんなの。ずっと待ってんのに。で、なんや、どう、なんかワンパイアかなんかのあれ。なんでやねん。こう予防みたいな。あれはね、ロシアの健康法の一つで、こうやってニンニクを飾ることによって風邪ひきにくいとか、なんかばい菌をやっつけてくれるっていう効果があんねん。コロナにも効くんかな。いや、それは分からへんけど、それは分からへんけど、でも今回はやっぱりそういうね、なんかみんな健康の状態を気にしてる人が多いから、ニンニクの匂い的なものが菌を殺すってこと。プーンみたいな。わさびとかもそうやもんな。なんかあのさ、刺激的なあの匂いみたいなものでさ、ばい菌を殺すっていうので、お寿司とかそういう生ものとかに使う菌も殺してちょっとでも長持ちさせるみたいな、うん、そういう目的。え、ニンニクなんやろ。え、見てもなんか紐が出てきたわ。なんで急に紐に、ね、取って取って聞くか分からへんで、一切科学的根拠は分からん。あるんかないんかも分かりません。分かりません。聞くんかも分からん。だってロシア人みんなやってるもんな。俺でも昔からこうおばあちゃんとかなんかおじいちゃんがやってきてること、うん、そんな顔をさ、なんかもう鼻をいや、なんか思い出して、俺ロシアでさ、なんかロシアってさ、病院に行かへんや、みんな。病院がタダやっていうのもあってさ、すごい混むし、だから薬局とか、薬局、薬剤師とかも、うん、なんか日本やったら処方箋がいるような薬とかも渡すし、出してくれる。で、しかも、あの、口頭でこんな症状なんですっていうのを言ったら、薬剤師が、これがこういう状態と思うから、これ効くんちゃうって、売ってくれんねんな。だからそういうのもあって、なんか民間療法みたいなのがめっちゃ多くて、俺もロシアでおばあちゃんにさ、変ななんか樽に入った熱湯みたいなんで、草みたいな、なんか何が入ってるのか分かんない、草とか。いろいろ入って、それをなんかこうタオルでこうかぶせて、あー、布団の中でなんか息吸ってたやつか。もう窒息して死にそうやのからさ、ちょっとでもなんかタオルから顔出すと、おばあちゃんがさ、あかん、出したいみたいって怒ってくるから、やだーって言って、うちはなんか熱々のじゃがいもやじゃがいもでやんの。なんか分からんけど、あれ多分そのなんかじゃがいもを煮るってこと。なんかね、どういうこと？じゃがいもをどうするの？でも煮込んだじゃがいもをそのまま熱々で水だけ捨てて、蒸気バンバン出てるじゃがいもをこう下に置いて、布団の中に入れてこうってやらなあかんねん。だから俺、子供の時から風邪ひいたらあんな地獄が待ってるっていうの、絶対風邪ひかんとこうって思って。俺1回しか風邪ひいてない、ロシアで。あ、ほんまに？それで結局、それが嫌すぎて。でも、でも風邪ひいてなくても、おばあちゃん風邪流行りだしたって言ってやらしてくるからさ、いや、ひいてへんひいてへんみたいな。もういや、あるね。その類のことをして、なんかそれの一環やな、これ。インフルが流行ったらみんなこれつけ始めるもんな、なんか。これいいですよ、あのね、あの人も不審者、人も近寄らなく、不審者。あ、そっか、そう、そうか、電車乗るときこれ持ってたらマスクしてなくてもみんな、うわ、なんかやばい人おるっていうので臭いし。そう、他にも紹介していきたいと思います。アレちゃん知ってんの、いろいろ。いろいろ知ってんねん。調べてきた。調べてきたね。調べてきた。でもまずはなんかロシアのやつを紹介してきたよね。ああ、これすげえ汗かいてきたんだけど。あ、これ効いてるかも。発汗なんちゃん。ちょっと汗かいてきたかも。おお、もう匂わし匂わし。え、気持ち悪い。マジで汗かいてきた。へえー、信じてない。え、ほんまやって。ちょっと一回つけてみ。いや、臭なるやろ。つけてみろっつうの。これさ、なんか勃起とかしそうじゃない？股間につけたら、こうやってさ、こう股間にこうつけたら、ちょっとや離してこうやって家で歩いてたらさ、すごい汚い。何のためやねん。勃起も収まらへんしみたいな。一回つけてみ。これ絶対汗かきあるから。もう臭すぎ。これをね、玉ねぎを切って、切って足の裏になすりつけて、うん、そして靴下の中に入れて、靴下が臭くなる。靴下を履いて寝るね。なんでやねん。眠り悪なるやん、絶対。いや、これでも眠りが気持ち悪いって言ってまうやん。でもね、これをね、あの風邪が治るとか、うん、治らへんのらしいね。治るわけないやん。分からへんで、やってみな、分からへん。ちょっと足出してみ。出さへんよ。ちょっと出してみ。出さへんよ。ちょっと出してみ。なんで、ね、股間に出すみ。股間に、やめなよ。はい、それでは焼きて
と思います。これね、これやりたくないとか言わせねえからな。なんでやねん。ほら、あ、かわいい。もうこんなピンキーなお色して、もうほんまにもう。これ嫌やな、なんか。もうちゃんと綺麗や、足。靴下に汚いのがついてるんだけど。これまた怒られるで、こんな食べ物を粗末に。これ日本でもね、これネギを首に巻くっていうね、あ、食べ物粗末、そのやつこれちゃんと食べような。これをね、こう靴下の中に入れんやで。気持ち悪いし、あの、なんだろう、ニンニクとは比にならないぐらいの臭さがあるんやけど、なんかこう悪いことをしてる感じがして、なんか悪いことをやってはいけないことをやってる爽快感みたいなもので聞くかも。はい、続きましてはこれ面白いんだけど、これはね、欧米いや、そうやけど。はい、これは欧米の風邪の治療法なんやけど、これね、誰でもできるし、あの、どこにでもあるものなんだけど、意外なものなの。ピローン！はい、コカ・コーラです。欧米ではコカ・コーラを風邪ひいた時の予防としてこれを飲むの。でもね、これを飲むだけじゃないの。実は温める地域もあるの。温めて飲むと、ホットコーラ。そう、ホットコーラ、ワインとかはさ、ホットにして風邪の時飲むよな。ワイン、ホットワイン、ホットワインがいいって言うよね。シナモン入れてとかさ、え、コーラなんかあったかくしたら炭酸抜けてまうんじゃん。まあ、このまま飲むのもいいらしいんだけど、なんかそのカフェインは、何がいいのこれの。カフェインは頭痛に効くし、炭酸は、あの、いいの、活発性をなんか良くして、活発的に働かせてくれるっていうのがあって、で、水分補給みたいなできるっていうので、なんか全てがちゃんとした体に、あの、いい。あれかな、砂糖とかも多いからさ、なんかこうカロリー取ってみたいな、そういうことなんかな。そういうのも。でも、なんかあったかくする意味は、あったかくして、なんか喉のなんか殺菌みたいなのもできるみたいな、喉のなんかばい菌を殺すこともできるみたい。はい、それでは今見て、ほら、お湯が出てて、そう、あ、すごい、あったかくなって、でもシュワシュワがまだある。シュワシュワあるんやな、すごい。 え、これを飲んだら風邪が治るという、いい香り。なんか臭って最初思ったけど、すごい、あれ、好きかも、香りは。え、すごいすごい。え、飲んでいい、飲んで、いただきます。ちょっと、うちも初めて。すごい、ね、新発見。いや、俺この年にして初体験がまだあったんやな。なんか、なんていうの、なんか、おいしい。これ気に入った、これ。これで風邪治るんやったら最高みたいな感じ。ちょっと待って、飲ませろよ。なんか気に入った。ごめん、反対側だった。甘さもそんな強ないねん。すげえ。いけるやろこれ。あの、風邪ひいたらぜひやってみて。これいい、あの、風邪ひかんでもやりたい。え、これいい。あと、なんかね、生姜入れるんだって。あの、あ、中国は合う、これ生姜合う。中国はこれに生姜入れて、生姜で煮込んで飲むらしい。へー、知らんかった。風邪にいいですって。これでね、なんか免疫が上がったらいいよね。これすごいね。え、めっちゃ美味しいねんけど。はい、で、次は最後、うん、なんでしょう。え、これはなんかロシアのやり方やんか、うん、まあ、多分他の国でやってるところもあると思うけど、あと玉ねぎはね、うん、他にロシアでしかない。ロシアといえば、だってうちの犬がさ、風邪ひいたらおじいちゃんウォッカ飲ましよったで。あー、ウォッカを塗ったりとか。ウォッカ塗る。
塗るやんな、確かにこう塗ってラップをしてすることによって汗かいてなんかバイ菌が出てくるっていうのを信じたっていう。まあ重要だよね、ウォッカ。ウォッカです。ほんで？で、ね、今日はいろんな、いや、目がもうやばいから。なんでやねん、なんか赤くなってんね。赤もなってるやん。まあ、今日はいろんな健康法を紹介しましたけど、実際ほんまにやってるやつ、うん、やってるやつは、うん、この L グルタミンっていうやつがあるんだけど、これはね、アミノ酸系なんだけど、これを急にうさんくさくなってきたやん。なんでやねん。めっちゃ急にうさんくさいねんけど。なんでやねん。さっきのなんか玉ねぎがどうのこうのよりうさんくさいであんた、これ。いや、これうちが飲んでるやつやで、ね、ほら。なん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 。アミノ酸？これはね、免疫にすごいいいみたいな。そうなん。なんだけど、その例えば体調がちょっと悪いなとか、ちょっと今日はしんどいな、風邪ひきそうっていう時に、これをね、中にスプーンが入ってるから、スプーン2杯とか入れて飲んだら、なんか元気になったりとか、あと肌にもいいし、髪の毛にもすごいいいの。まあ、あとはマヌカハニーって知ってる？ハチミツみたいなやつやろ。それもモデルみんな吸い寄るわ。吸い寄るかな。モデルみんな吸い寄らんと思うで。舐め寄るわ。吸い寄る言ったらちょっと違う。まあ、これはなんかね、ニュージーランドで穴しか取れないんだって、うん、なんかそこにそういう木があって、その一個の木からマヌカっていう木から取れるハチミツで、なんかね、普通のハチミツの100倍もする。これやろ、バカやろ。で、ブラストは最終的になんかどういう健康法してんの？なんかワイン飲んでるって言ってたけど、ワイン飲んでんの？ワインも飲むけど、でも一番の健康法はあれやな。おバカ